今日から4月ですね皆さん4月もどうぞよろつくめヌートパちょっとあの4月からちょっと新体制というかちょっとどうしてもねあのここ最近生配信とかできてなかったんですよねうんみんな何やってんだって全然あのさん生配信してくんないなって思ってたと思うんですけど思ってたよね すいません。暑。ということで、夜がね、忙しいんですよ。最近。しかも、あのー、5月の末日ぐらいまでちょっと忙しいんですね。正確には5月23日まで忙しいんですよね <laughs>。で、えー、せっかくなんでね、ちょっと奥さんにも許可いただきまして、朝活していこうかなって。朝生配信、1日の始まり、 に、えー、皆さんとつながって、まあ皆さん朝忙しいと思うんですけども、アーカイブやら何やらでね、何もないよりはいいじゃない <laughs> と思いましてですね、えー、こうやって今ちょっとやらさせていただいてます。毎朝30分ぐらい。というわけで皆さんおめでとうございます。皆さんの朝の顔です。乾杯。もう朝だからもう。 カフェオレ無糖のカフェオレですうんコ<ウ>ただいろいろちょっと問題もございましてですね私今日朝起きてやろうと思ってね4月始まったばっかりだし、うん、その新しくやるにはいいタイミングだなと思ったんですけどねやっぱおじさんの朝ってやっぱ顔がパンパンですよねう <laughs> ん顔がパンパンなんだよねであの 毎朝ねいろいろ問題ねありますよね朝そのパンパン問題朝顔パンパン問題とあとその本当起きれるのかっていうちゃんとあの時間明確にしてないんですよね今朝やるといい何時からやるのってうんみんなもやっぱそれに合わせてね見れるなら見たいし朝ごはん食べた後のお皿洗いとかのタイミングのお供にとかねうんあると思うんですけど 時間明確にしません <laughs> なんとなく朝っていううんなぜならちょっと責任取れないからうん起きれないんじゃないかっていうねでもね安心してください最近ねやっぱあのー、花粉症でくしゃみとか鼻水だらだらで起きるんだよねだからもう寝ててもあてそしたらもう朝7時とか なんか決まったタイミングでなんか鼻水出るんで、あって起きるんですけども、なのでね大丈夫だと起きれると思います。で、皆さんちょっと思いませんか私の顔見て思いませんかなんか思うこと。あ、そうそうね。年々その、こうなんか味が出てきて、いいおじさんの顔になってる。どうもありがとう。そこじゃなくて、いや、あの、 このね私のこの顔あそうだその前にランジャタイの番組見てくれましたかランジャタイの頑張れ地上波この間出させてもらいましたもう本当に素晴らしい番組でもう幸せでした収録も楽しかったしオンエアもね編集大変だったと思うんですよめちゃくちゃいろんなことを盛りだくさんでやったんでそんな中もうね愛のある編集でしたねもうオンエア見てね 素晴らしい番組だなって思いましたまだ見てない方 TVer で見れますから TVer で検索だランジャタイド頑張れ地上波今なら2週にわたってね出させてもらったんですけど前編後編両方見れますチェックお願いしますあみんな私の顔について言ってくれてますねえ腫、ー、れている <laughs> むくんでますかねあむくんでるかもしれんえー、くるくるが強め 褐色が薄まったえー、皆さんねあれなんかランジャタイの頑張れ地上波でね美福さんがラン r ワ1グランプリの優勝をしたらわらふじなるおの口笛なるおくんのねシミを取りたいって言ってたんですよねでそのオンエア見た次の日ぐらいかな私鏡見てあれと思って「あれなんかこれシミじゃない?」っつって急に急になんかついに「えー?」と思って。 俺もって思ったんですよで奥さんに「これシミかな?」っつって「えー?」とかなってなんかその奥さんのそのシミ消しクリームみたいなのを塗ってもらったりとかしてちょっとショック受けてたんですよついに花だけはあると言われて来たギフトやのがシミできちゃったかとついにおじさんになっちゃったかってでもさっきこの生配信の準備してる時に気がつきましたシミじゃなかった皆さん こっ,こ,っね、こっからこっち白いよねここっっからちが <laughs> こっからこっちがより褐色じゃない判明したんすよ何かってこれ見てよ最近あのー、ね日差しが強くなったじゃないですか春でこれ <laughs> これマスク焼けだよねび びっくりしてでほらこことかもしかも1日でそんなシミなんかできるわけないじゃん昨日なかったのにシミじゃなかったなのでね今めちゃめちゃテンション上がってるんですよこだってこんなに 本当ね、1日で焼けちゃうタイプなんでもうやばいっすよねだから今日とかもうどうしたらいいのこれからマスクしたらもうどんどんこっからここばっかり褐色になっちゃってここでは全然焼けないっていう逆にもうバランス取るためにヒサロイってここだけ焼かないといけないよねお客さんどうしたんすかって言われちゃうよでちょっとここだけ焼きたくてみたいななのでねここ,こ,こ やばいっすねこれどうしよう今日も外出るんですよ昔の女子中学生の足みたい <laughs> いや足はいいんですよなんかみんなねあ夏の部活終わりかなみたいな顔がね表に出る仕事職業だから顔がちょっと半分褐色で半分弱褐色だとちょっと困りますよねキャパイ てな感じでございましていやーまあとにもかくにもねまず嬉しかっただって私シミなんてもう無縁の男ですからはいご無縁ですよいやーだからちょっと今日も絶対マスクつけるし明日の朝が見ものだよねうんマスク焼け笑。夏どうなっちゃうのいやマジでね俺めちゃくちゃ焼けるんすよメラニン色素どうなってんのってぐらい メラニンがね、呼んだって感じで、一日で、<laughs> 呼んだっって、うわってこう、ばってこう、焼けちゃうんで、どうなっちゃうんでしょう、本当に。でも、マスクしないわけにはいかないというか、グラサンしようかな。じゃあ、一日マスクなしで、外にいたら大丈夫ですね。いや、それがさ、もうこの段階で、この、差ができちゃってるわけじゃないですか。 でこれマスクなしで外に行った場合ここら辺のねこっから下がこれぐらいになってこっから上はさらに褐色になっちゃうからその差が埋まんないんだよね追いかけ追いつけ追い越せしたいんだけどもこう共にこう行くから <laughs> それか顔面全部マスクで追うあいいねあのファブルみたいにねこの間映画のファブル見ましたね もっと V6 の岡田君主演のかっこよかったないや変身者扱いされるわそれかぶって行ってきますここだけここも焼けるしねあと呪術廻戦の五条悟スタイルでいきましょうこうこうこう私呪術廻戦ね2話ぐらいまでしか見てないんですよマネ <laughs> あこっちね <laughs> こっちのやつかねこうするんだっけこういう状態ね半分褐色の男性ギフトヤノに変更どうもー半分褐色の男性ギフトヤノですいやでもみんなからしたら褐色なんですよ みんなからしたら褐色だけど顔の上半分より褐色の男性。長えな。ということでね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。で、あのー、朝、朝活、平日も多分やります。みんなね、見に来れないかもしれないんですけども、何かしら、こう出していきたいなと思いますね。5月23日ぐらいまでね、具体的。何があるんだ、その日に。 5月23日までにね。まあそんな感じになるかなと思って。まあ新生活としてもなんか新鮮でいいじゃないですか。ね。そういう状況になってしまってるので、まあ、それを逆に楽しみたいなと思いまして、えー、ちょっとね、えー、皆さんにご報告という感じでしたね。で、まあ絶対夜やらないわけじゃないので、なんかね、フォートナイトとか、あーかゲーム配信とか夜やるかもしれないし、 まあ、とりあえずそういう感じではありますよというというわけでね、えー、朝から皆さんありがとうございますどうぞ今後ともよろつくねヌートバはいペッパーミルコラボバージョンですねさあ今日が始まったぞそして4月も始まりましたえー、皆さん良い4月をね一緒に迎えていきましょう <laughs> 結局配信はいつやるかわからない あそうだあとねあのー、グッズグッズもね展開していきたいんですけどグッズ展開していきたいんですけどもちょっとそれまた後日発表しますというわけで皆さん4一日をまたねー